今日もくだらない一日が始まる。朝起きて、物を食べ、昼になって、物を食べ、夜になって、物を食べ、また朝が来て、同じ日がやってきた。おい、なんだこりゃ。酒に狂った父親。こんな鬱な毎日。毎日くだらないけど、時にはいいこともあった。この男が気まぐれで私に与えた、お下がりのスマートフォンとノート PC。外の世界を知らない私は、果てしなく広がっているネットの世界に夢中になった。また始まった。父親の狂乱、気が狂いそうな家庭環境。ただ一つ、こんな私にも希望があった。時折スマホに届く妹の早苗からのメール。向こうは母親と暮らしていて、暖かそうな暮らしをしている。私はそれが純粋に嬉しかった。でもあの子からのメールも1年前から途絶えて。お前も俺をバカにするのか。あの女といい、どいつもこいつも殺してやる。酒に酔った男は床にあったナタを手に取って私に迫った。一切愛情のないものを見る人の目ってこうなんだ。私、父親に殺される。もういいや、どうでも。楽になれるからいいか。もう汚いもの口に入れなくて済むし。でも死ぬ前に一度、ネットで見たエニグマってところに行ってみたかったな。目をつぶって観念したか。汚らわしいバイタの娘がクズの母親から生まれた姉妹は二人ともクズだろう。神もお許しになるさ、クズ姉妹が。やめて。腰を、なんだ、立てん。おい、お前何をする気だ。させない、させない。おい。怯えて動けなくなった父親の腹の上に座って、手にしたナタを振り上げる。おい、
正当防衛。脱水症状で死にかけていたところを、偶然様子を見に来た市の職員に保護されて、一命を取り留めた。私の汚い悲鳴が、毎日周囲の家に響いていたのが、その場の状況から、父親殺しといえども、正当防衛が見た。霧の立ち込める古びた街の中、間違いありません。私は舞遠山です。はい、確認しました。舞さん、今日からこのワーズワースが新しい家です。お父さん、あの人のことは、あれは悲しい事故。あなたは悪くないのだから、どうか気に病まないで。舞さんは強い子、間違っていません。幸せになって良いのですよ。お世話になりました。さあ中へ、ミドラ先生がお待ちですよ。ようこそ舞。私は当女子寮ワーズワースの寮母、ミドラです。こんにちは。女子寮？児童養護施設という呼び方を私は良しとしていません。ここはあくまで寮であり学校。家庭に問題のないよその子たちとここの子たちに差はありません。なるほど、感服です。ミドラさん、お伝えした通り、この子は大変困難な状況から前向きに歩き始めたまっすぐな子です。どうかその最初の一歩をワーズワース女子寮と先生方の大きな愛で支えてあげてください。歓迎しますよ舞。ここではお前と同じように辛い思いをした子供たちが身を寄せ合って、仲良く美しく生きている。大人を頼り、己を磨き、世に羽ばたいて輝ける立派な淑女になりなさい。女性はきっとすべての困難を乗り越えて世界でより活躍していける存在になる。舞、お前にも期待していますよ。それにしても、どうしてこんな辺境の町の小さな寮への編入を？舞さんたっての希望でこちらを選びましたが。早苗がいるって聞いたから、お願い、会わせて。早苗？私の妹よ、いるんでしょ、会わせてよ。舞さん、ダメ、落ち着いて。早く、何してるの、会わせてって言ってるのに。舞さん、はい、舞さん、落ち着きなさい。ゆっくりと息を吸って。舞さんのご両親は婚姻解消後、お父様が舞さんを、お母様が妹の早苗さんを引き取る形で新しい生活を送られていましたが、この度お父様が亡くなられたので、舞さんをお母様のもとへお送りしようと我々の方で調査をしたところ、すでに
亡くなられていたのです。あ、お母様の意向により早苗さんはこちらに入寮されたと報告書が上がっていたので、舞さんもここへの編入を希望されたという経緯なのですが。気の毒に。お前は神の試練を背負って生まれてきた子なのですね。書類の情報が錯綜しているのかもしれません。この寮には早苗遠山という子が在籍したことはありません。そんな。落ち着きなさい舞。宿女は簡単にうろたえてはなりません。今日は長旅で疲れたでしょう。部屋に戻ってゆっくりと休みなさい。早苗さんの件は明日からどうするか考えましょう。お願いします。私どもの方でも書類の再調査と情報の精査を行ってまいります。はいはい。ではでは、あなたの荷物を運ぶわね。あ、こんにちは、舞。私はこの寮でみんなのお世話をするメイドたちを指揮しているメイド長のシズ。シズメロニスよ。以後よろしく。はい。疲れた。早苗。久しぶりだな、一人になったの。子と同じ部屋だなんて嬉しいな。よく寝てる。知るもんか。ルームメイトなんているんだ。面倒だな。それにこのエルストレインって何なの？お祈り？妹の早苗の手がかりが何かないか。朝食まで寮内を歩いてみよう。あんた新入りね。待ちなさいよ。泊まりなさいよ。あたしはここに来て2年目、両家の生まれのビーナマイルスよ。ま、あんたの先輩。この子たちはモリーとピック、あたしの魅力に屈服し自ら進んで身の回りの世話を焼いてくれてる。バカみたいね。あ、なんか言った。私はマイ。ねえ、サナエって子知らない？質問してるのこっちなんだけど。知らないわよ。そんな子聞いたこともないわ。バカ、答えるなよ。まあいいわ。おい新入り、
これ、ゴミ捨てといてくれる？私の当番じゃない。あ、口答えしちゃう？じゃあずぶ濡れになろっか。膀胱はいっぱいかしら？個室に閉じ込めて外から鍵を。証明してもいいのよ。音聞いててやるわ。何の意味があるのこれ。はあ、楽しいから。こいつ生意気、なんで泣かないの？泣かせてやればいいんだよ。上からバケツで水かけちゃおう。ああ、残酷。床を掃除するモップの汚水があったわ。行くよ、舞ちゃん。命乞いは？はい、時間切れ。意地張るからよ。どう？心折れた？ここでの掟、分かってくれたかな？すごい、ここまでされてまだ無視するとか。おい、舐めない方がいいわよ。私こう見えても悪なんだからさ。何よあんた、なんか虫も殺せなさそうな顔しちゃって。言えてる。私こう見えて小学校で飼ってた鳩を殺したことがあるんだから。ヒュー、超血が出てすごかった。みんないっぱい泣いたっけ。いい？マイ、私は切れたら生き物を殺すことだってできる。あんたなんかと違うの。そう。ビビった、ビビってる。殺せるんだあなた。何よ、急に近寄ってきて。殺せる？何よ。それを自慢にするなんてバカに見えるからやめた方がいい。この、もう許せないわ。許せない。二人ともこいつを外に出して床に押さえつけて、泣くまで噛み切ってやる。もうすぐ朝食の時間だけど、先生たちにバレない？かまうもんか。こいつの態度だけは許せないわ。その綺麗な髪バッサリ切ってやるわ。泣いたって許してやんない。やめて。もう死刑執行だから。私が刑を決定したから。やめてよ。急にでかい声。はっ、いい気味よ。はーい、舞の髪の毛ちゃん、バイバイ。なんかこいつやばくね。その声よ、その声が聞きたかったのよ。ほら、こらー。ビーナ、あなたはまたやめなさい。お母様に言いつけるわよ。ロットだ、やばい。ち、逃げるわよ。大丈夫？はい、はか。ハンカチじゃ足りないね。シャワールームに案内してあげる。ついてきて。
私、ロッテン。ロッテンドールハートよ。ロットって呼んで、友達になりましょう。あれれ？一応。ここワーズワースでは使用人も寮母も寮生もみんな一緒に食事をするの。昨日新しく入った子ね。私はアビゲイル・ウィリアムズ、寮生長を務めさせていただいています。学校でいうところの生徒会長みたいなものかしら。困ったことがあったら何でも相談してね、舞ちゃん。よろしく。さっぱりしたね、舞ちゃん。あー、石鹸のいい香り。ここいい？座ってからいいも何もないでしょ。お許しありがとう。主よ、この食事の恵みを心から感謝します。エルストレイン、父と子と精霊の皆において。エルストレイン。エルストレイン、神よ、感謝いたします。そのエルストレインって何なの？この町の教会が信仰している慈悲深い神様よ。大きな愛で私たちを守り導いてくださるの。そう。昨日の夜ご飯食べてないからお腹空いているでしょ。ロットの卵焼き食べる？いいよ、私胃が小さいんだ。ダメだよ、さっき見たけど胸はあるのにあばらが浮いてて明らかに栄養が足りてないわ。お尻もちっちゃかった。徐々にでいいからしっかり食べるようになってね。さっき見たって何？シャワー覗いてなんていないよ。あんたさ。仲がいいわね。この後の授業は町に出ての奉仕活動。しっかり食べないとへばっちゃうよ。町に出る、そうなんだ。君はきっと教会エリアの清掃活動が割り当てられるな。寮の恥とならぬよう粗相のないように行動しろ。サラ、最初からそんなに厳しい言い方は良くないわ。アビは、アビゲイルは甘すぎる。浮ついた気持ちで失敗させたら、むしろかわいそうというものだろう。そっか。舞ちゃん、この子はサラ・パトナム。私の大事なお友達。口は悪いけど、本当は優しいの。よろしくね。口が悪いは余計だ。よろしく。ああ、この寮にはいろいろとルールがある。24時を過ぎたら部屋から出るなとか。まあ少しずつ覚えていくといいな。くそ、あの新入り何チヤホヤされてんのよ。ムカつくね。でも寮生長まで味方につけられたらちょっと面倒くさい。関係ないし、私は誰にも縛られないし。町に出たら速攻に突き落として今度こそ泣かせてやるわ。それいい、それいい。骨折れるかな。はーい、皆さん、それでは手を合わせて。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はこれから町での奉仕活動の日です。このワーズワース女子寮は町の皆様の寄付と温かい目に見守られて成り立っています。普段からの感謝を込めてしっかりとご奉仕してきてね。今日もみんなそれぞれルームメイトとの行動ですよ。ルームメイト、
そういえば私にもいたっけ。誰だろう。フンス、あ、フンス。え、まさか。ハロー、マイルームメイト。嘘でしょ。さあさあ早速出かけましょう。ほら、担当エリアの紙。やっぱりロットたちは境界エリアよ。はあ、食器下げなくていいの？メイドさんたちのお仕事だからお任せしていいんだよ。行くわよ、境界エリア。ウィーナ、お前たちは森エリア周辺のゴミ拾いです。昨日ここに来てからスマホが全くネットに繋がらない。時代に取り残された田舎だわ。舞ちゃんってさ、髪の毛綺麗だよね。真っ黒で憧れるな。母親譲りよ。これだけは自慢かな。舞ちゃんがたまに見てるその四角いの何なの？は？いや、ただのスマホだけど。まさか、知らないの？スマホ？今まで見たことなかったよ。ピカピカ光って綺麗だね。何この腕？え？ああ！言わなきゃわかんないみたいだから言うけど、私はここで友達作る気とかないから。あ、なんかポケットから落ちたよ。はい。ありがとう。それ何？何でもかんでも知りたがるわね。関係ないでしょ。うんにょー。言いすぎた。泣かないでよ。私の大事なもの、肌身離さず持ってるお守りみたいなものよ。そうなんだ、大事にしなきゃね。教会の鐘だよ。司教様お戻りになってるみたいね。やあロット、今日もご用聞きかい。皆さん、ごきげんよう。ああ、今日も明るいな。ワーズワースの子はこの町の元気の源じゃの。どうか気立ての良い立派な淑女に育っておくれ。頑張りますわね。町の人もいい人ばっかりでしょ。よくわからない。なんか男の人多いね。どうしたの？大丈夫？顔が真っ青。なんでもないわ。早く教会に行こう。すごい建物ね。うん、この町はこの教会の教えを中心に人が集まってきた経緯があるからね、愛されてるんだよ。ふん、信仰なんて私には無縁の世界だけど。舞ちゃんも一度司教様のお話し会を聞きに来てみるといいよ。エルストレイン教の教義は押し付けがましくないし、辛い時でも気持ち…そう、考え…ん？はあ、気になった？あの小屋はずっと昔からあって、で、入り口も窓もないでしょ？ワーズワースの寮生たちの間でも、やめて。都市伝説。あれ？
苦手？うるさいな。いるわけ。冗談だよ。あらあら、賑やかだと思ったら。ロッテ、こんにちは。あ、司教様、こんにちは。それにあなたは、マイさんですね。昨日から女子寮ワーズワースに入寮した。はい、そうです。こんにちは。私はこの教会の司教。マイさん、あなたの体験した辛い出来事の話は伺っています。よく、本当によく、生きていてくれましたね。ここにあなたの命が存在している。それだけでいい。ただ生きながらえる。辛い時に目指すのはそれだけでいい。そうすれば、その先にある幸福や優しい人たちとの出会いにたどり着ける。あなたのぬくもりを未来につないでくれた。あなたの教示と神のおぼしめしに感謝します。あの、司教様がそんなことでいいの？簡単に庶民みたいに泣いちゃって。ごめんなさい、私ったら。マイさん、すべてはエルストレインの値試練だと私は思っています。それを克服したあなたを私は尊敬します。慣れない環境に戸惑う場面もあるでしょう。困ったことがあれば、いつでも頼ってきてください。なんであんたが泣いてるのよ。ロッドもマイちゃんに会えてよかったよ。生きててくれてありがとう。もう調子狂うな。司教様、私たちでお役に立てるご用はありますか？それでは首にかける新しい政府の政策をお願いしようかしら。寮母のミドラさんの作る政府は縫製も丁寧で色も綺麗なので、私大好きなの。わかりました、お母様に伝えておきます。それでは教会の周りを清掃してから戻りますね。はい、よろしくお願いします。いい人でしょ、司教様。優しいんだよ。私の第二のお母さんなんだ。ええ、まあ、あったかい感じはした。男じゃなかったし。でも女性で教会の役職について、エルストレイン教は女性して職に就くのに性別も婚姻も特に制限がないんだ。昔は男性のみだったから、どちらかといえばやっぱり男の人が。うん、人によっては女性の司教様に抵抗がある人も中にはいるからね。カビ臭い連中ね。あ、舞ちゃんし、あんたの物言い、保護者みたいで腹立つんだけど。嬉しいだけだよ、自分の。はい、ごちそうさまでした。今晩はゆっくり休んで。エルストレイン、主よ、この食事の恵みを心から感謝します。エルストレイン、新入生の舞もいるので、24時を過ぎたら部屋から出ん。はい、で、部屋から出る。幽霊が出る。こんにちは、新入りさん。私、ビクトリエ。この女子寮ワーズワースにはね、夜な夜な廊下を徘徊する顔のない幽霊がいるの。なんでも意地悪な寮生の嫌がらせに耐えかねて、気の弱いメイドの霊。その名もリズ・ショアラの幽霊。結構目撃談も多くてやばいっすよ。何せ寮生に恨みのあるメイドの霊だから、捕まると殺されるとか。あ、自分マコトって言います。ちなみに自分は見たことないっす。
ええ、そうなんだちょっとやめてよ。舞ちゃん、今日はお疲れ。正直この子うんざりですけど。行くぞ、アビー。ええ、サラ。舞ちゃん。いい。え、私毎日体。じゃあ入ってきなよ。行っちゃった。私は朝シャワー浴びたからへ。もっぺん、シャ、こら、しん。朝おとなしくゴミ。森林のゴミ拾い、どうだった？大変だったわよ。ビッグ、このバカ、答えてんじゃないわよ。いった、ごめん。なんでこんな子にくっついてるの、あなた。こら、この新入りが本当に痛い目に遭わせなきゃわかんなそうね。こら、殺すわ。いいの、新入り。殺される覚悟あんの。やれやれ、目刺しちゃい。やめて。泣き入れる？やめてほしければ。殺す覚悟ないならやめて。殺したくない。なんなの、あんた。なんでビビらないのよ。刃物だよ。死ぬの怖くないの？死なれる方が怖いよ。こーらー、あなたたちまた。行きなよ。かっこつけやがって。あたしたち悪魔の軍団はあんたをこれから徹底的に標的にすると決めたから。ちなみにあたしら3人のことだ。行くよ。舞ちゃん、大丈夫だった？ビーナ、今手に。何もされてないよ。早かったね、お風呂。ちょっと心配になって大急ぎで出てきたの。そしたら案の定。ちゃんと髪拭きなよ、もう。うん。いいけど。いいの。いまいましい。なんなのよ、舞遠山。明日もちょっかい出したら。静かね。もうすぐ24歳で行きたいんだから仕方ないでしょ。あ、やっ、な、中途半端だらしない。私はあんたの、あ、あれは。24時を過ぎたら。この寮は何か、暴いてやるわ。
夜な夜な廊下を入っ、その名も、いや、待って、あ、すごい。そうだ、ビーナ。昼とはまるで別世界。随分と気味が悪いわね。もらうわ。どうなっているの？あれは PC が何なのかしら？えい！調べるわね。これはすごいわね。肉眼では道なんてなかったのに。このカメラの機能かな？このカメラは積極的に利用した方が良さそうね。もらうわ。調べるわね。物音がする。この音すぐ近くね。
こいつ手強い。行くわ。弱点は様子見をするわ。私の番、今回はパスするわ。行くわ、今回はパスするわ。行くわ、様子見をする。力がみなぎる。行くわ、様子見をするわ。私の番、今回はパス。これでいける。行くわ、様子見をするわ。やるわね、様子見をするわ。やるわね、様子見をする。パワーアップね。余裕ね。行くわ。情報を見るわ。様子見をする。これでいける。余裕ね。私の番、様子見をするわ。やるわね、今回はパスするわ。やるわね、今回はパスするわ。やるわね、様子見をするわ。行くわ、様子見をするわ。やるわね、今回はパス。これでいける。行くわ、様子見をする。パワーアップね。行くわ、今回はパスするわ。私の番、様子見をするわ。どこを狙っているの？やるわね、様子見をするわ。私の番、様子見をするわ。余裕ね。私の番、様子見をするわ。行くわ、様子見をする。パワーアップね。行くわ、今回はパス。力がみなぎる。やるわね、今回はパスするわ。行くわ、様子見をする。力がみなぎる。やるわね、様子見をするわ。私の番、様子見をする。パワーアップね。行くわ、様子見をするわ。やるわね、今回はパスするわ。やるわね、様子見をするわ。私の番、今回はパスするわ。やるわね、様子見をするわ。やるわね、今回はパスするわ。行くわ、様子見をするわ。行くわ、今回はパス。力がみなぎる。行くわ、今回はパスするわ。私の番、様子見をする。これでいける。行くわ、今回はパスするわ。やるわね、様子見をする。これでいける。
やるわね。様子見をする力がみなぎる。私の番、様子見をする。パワーアップね。やるわね。今回はパス、これでいける。私の番、様子見をするわ。行くわ。様子見をする力がみなぎる。行くわ。様子見をする力がみなぎる。行くわ。今回はパスするわ。やるわね。今回はパス、力がみなぎる。私の番、様子見をするわ。行くわ。様子見をするわ。どこを狙っているの？行くわ。今回はパスするわ。やるわね。様子見をするわ。どこを狙っているの？私の番、様子見をするわ。やるわね。今回はパスするわ。行くわ。今回はパスするわ。行くわ。様子見をする。これでいける。行くわ。様子見をするわ。やるわね。様子見。行くわ。様子。私の番、今回。私の番、今回はパッ。やるわね。様子。やるわね。様子。私の番、今回はパッ。行くわ。今回は。やるわね。様子見を。行くわ、よ。行くわ、様子見をす。まずい、よ。まずい、よ。まずい、こん。まずい、様子見をす。まずい、様子見をす。まずい、こん。まずい、今回は。まずい。様子見を。まずい、よ。まずい、こん。まずい、よ。まずい、よ。まずい、今回は。まずい、様子見を。まずい、今回は。まずい、今回は。まずい、こん。まずい、今回は。まずい、よし。様子見を。まずい、今回は。まずい、こん。まずい、よ。まずい、今回は。まずい、今回は。さなえ、ごめん。調べるわね。これはすごいわね。肉眼では道なんてなかったのに。それもらうわ。
調べるわね。もらうわ。物音がする。この音すぐ近くね。もらうわ。油断しちゃダメね。私の番。よし。はっはっ。飛べ。消えて。さっさと次へ行きましょう。強くなった。寝て。どうして今さなえちゃんだよね。お母様やメイド。どこにある。びっくり。みんなのプライバシーもあるから、その部屋寮生は入れ。そうだ、ロフィーナの、マイちゃんがちゃんと起きてから深夜にルームメイトの寮の玄関扉の鍵が施錠されていなくて。舞ちゃん。いえ。ロッやっぱりいい匂いね、うん、ちょっとびく。ああもう挨拶に抱きしめる必要はないと思うけど。ん、私もそう。ビクトリエはいつもそうだ。かわ、あら何
アビゲイル。ちょっとどうした？あら？いや、そうな。でも本当にすぐお友達ができてよかったわ。舞ちゃんはいい子そうだけど人見知りをしそうだから心配していたの。でもその必要はなかったみたいね。私も嬉しいわ。え、なんで？よかったわね、舞ちゃん。違う違う、私はロットだってば。あら、あなたが舞ちゃんだったわね。そうだけど。間違えてごめんなさいね。でも良かったことに変わりはないわ。二人とも仲良くね。アビゲイルっていまいちつかめないんだけど。寮生長ってどこか抜けてるのよね。それって抜けてるで済む問題？ロットと新入りを間違えるなんて普通ありえないんじゃ。甘いわね、舞ちゃん。普通は間違えないけど、あの寮生長よ。そう。舞、ロットもごきげんよう。ごきげんよう。どうも。私はベティ・パリスよ。よろしくね。知ってると思うけど、私は舞遠山。ええ、あなたの話は聞いてるわ。それで舞、ここでの生活は慣れたかしら？まあ。そう、よかったわ。ロットもついていてくれてるものね。あ、舞ちゃんにはロットがついているから大丈夫。一生ね。ロット、あなたに一生つきまとわれると鬱陶しいわ。うう、舞ちゃんがロットの愛を受け入れてくれない。仲がいいのね。ロットだけじゃなくて私にも何かわからないことがあったらいつでも頼っていいからね。ここでは私が一番年長者だから。そう、ありがとう。ロットも困ったことがあったらいつでも声をかけてちょうだいね。うん、そうさせてもらうね。いつも気にかけてくれてありがとう。どうして舞がここに来たのかはわからないけど、ここにいる子たちは、それは、ベティの言う、あ、でも一番の味方はロットだからね。ああ、ロット、とにかく、はいはい。どうぞ。エルストレイン。ええ。わかったよ。ああ、お腹空いちゃった。舞ちゃん、早く行こう。ベティって。いや、なんでもない。早く行こう。食いっぱぐれる。教本、汚さないように気をつ。わかった、エルストレイン。何？行ってみま。破れてぬ。バカな子ね。人に意地悪。ごめん。舞。ごめんね。ビーナ。さ、左右よ。ビーナ。お前は。私が言ったんじゃない。誰かに。戻りましょう。バルボスが見て
それ何？答えて。答えて。マイ、やめなさい。言いなさいよ。言えってば。何なのよ。バルボスが来るって何？マイちゃん。妹はどこなの？自分の部屋へ戻りなさい。もう一度言います。24時を超えたら絶対に部屋を出てはなりません。いいですね、お前たち。舞ちゃん、ごめんね、お母様が。頬痛む？平気。私、毎晩のようにあの男に殴られていたから、これぐらい。悲しいよ、舞ちゃんのその…ごめん。ロットも。うん。バルボ…さっぱり…そう。舞ちゃん、寮生名簿の…見つかるとお尻を100回叩かれるから…ありがとう。ところで、ビーナは？大丈夫、あれから落ち…ね。入りながら聞かれても。ふふ、あ、くんくん、何しに。舞ちゃん、お母様、そう、知ってた。私が子供の、私は意識を失って、私が生死のさ、一晩中、うん、2日後に気がつったから。舞ちゃんも私の親と大違い。でもね、最近ちょっと様子、ビーナのことも、24時を過ぎて。そう、気になるね。24時になる前に、うん、あんた寝相悪いからダメ。あれ、そ、眠れない。ひどいいびき。話し声はしない？誰もいない？今度あなたはいつ会える？こんな時間に。外出。する気よ。部屋へ戻りなさい、今すぐ。何なのよ。
きのメイド。夜中に包丁を持って徘徊しているなんて普通じゃない。セーブポイントね。負けない、やるわね。よし、やったわ。えっ、くらえ。はっ、うせろ。これでいけるわ。死になさい。けからだが私の番。よし、えっ、くらえ。当たって。これでいけるわ。これで終わり。さ、うん、だいぶ良くなった。はっ、えい、はっ。背後を取った。行くわ。よし、浄化するわ。輝け。このまま消えなさい。死になさい。随分とあっさり、うん、だいぶ良くなった。あそこに PC があるわね。背後を取った。私の番。よし、はっ、えっ、飛べ。あ、倒した。随分と調子いいわね。戦闘ね、やるわね。よし、よし、よし、浄化するわ。はっ、このまま消えなさい。失せろ。倒した。力が入らやるわね。よし、えはっ、どこか行って、消えて。さあ次、これは宝箱ね。えい、相手は気づいていないわ。行くわ。よし、これね。力がみなぎる。死になさい。さっさと次へ。レベルアップね。えい、先制攻撃、行くわ。よし、えっ、はっ、試してみるか。どこかへ行って、
これで終わり。力がみなぎる。私の番。よし、ここね。いや、これ飛べ。これでいけるわ。倒した、勝った。どうなっているの？戦闘ね、私の番。よし、当たって倒した。力がみなぎる。行くわ。よし、当たって倒した。私の勝ち。まだ強くなれる。この先に。相手は気づいていないわ。やるわね。よし、浄化するわ。飛べ。これで終わり。随分とあっさり。相手は気づいていないわ。やるわね。よし、くらえ。うせろ。これで終わり。行くわ。よし、はっ、え、飛べ。これでいけるわ。これで終わり。私の勝ち。まだ強くなれる。随分と奥まで行ったみたいね。ビーナはどこか。これは宝箱ね。あそこに PC があるわね。調べるわね。宝箱。あそこに PC があるわね。相手は気づいていないわ。私の番。よし、浄化するわ。輝け。死になさい。行くわ。よし、飛べ。力がみなぎる。
かった。まだ強くなれるからハックできそうね。セーブポイントね、セーブポイントね。宝箱。セーブポイントね。セーブポイント、セーブポイントね。あれは背後を取った。行くわ。よし、輝け。ずいぶんと、あれは。泣き声、ダメだ。うるさい。こいつ、手ごわい。私の番。よし、ここね。凍りなさい。倒した。さっさと次へ。強くなった。あれ、どうなってるの。気を失って、血まみれ。なんとか。ケドルイチルルルル。あの寝巻きは。今の感覚。